はい、ヤソです。ウォーフレームやっていきます。さて、今回はね、闇リベン企画第2弾のバザのビルド紹介をねやっていこうかなと思います。過去にね、一度バザの武器自体は紹介しちゃったんで、また説明するっていうのもちょっとやりづらい部分あるんですけれども、どういった感じの武器なのかっていうのをねお伝えできればなと思います。で、ちょっと話変わっちゃうんですけれども、船内のその飾り付けちょっと変えてみました。どうかな、結構おしゃれになってきたんじゃない。ただこのグリフ多くてちょっとくどいからまた撤去するとして、でね、このポスターとか結構いい感じになったんじゃない。このメサとかも結構いい感じになったんじゃないのかなと思います。で、今回ね、動画の構成自体全く考えてないんだよね。先ほどね、フォーマ付け終わってリベンのサイクルが終わったんですけれども、ちょっといい感じにね引けたんで紹介していきますか。ちょっと先に今回はビルドから見ていこうかな。レベル30じゃないんですけれども、本当にさっき終わったばっかなんだよね。ただモッド自体は全部つけてあるんで安心してください。でね、リベンの内容なんですけれども、こんな感じです。ズームマイナスがついて、基礎ダメ、そしてリロード速度の貫通距離といった感じで、もうなんかね、プライムドシュレッドの上位互換的な感じの存在かな。まあ発射速度はついてないんだけれども、結構いい感じのねリベン引けたんで、こんな感じになりました。で、構成自体が、まあ前回が確かね、このリベン枠のところをヘビーカリバーで、属性の部分60属性とかでやってたのかな、確か。で、今回はね、基礎ダメージマルチショット、クリティカル関係2種のリベンで、基礎ダメージカバーしつつ、そして90属性の毒のハンターモッド、そしてプライムドクライオラウンドといった感じで、状態異常完全に捨ててるわけではないんだけれども、この武器ってね、状態異常確率がもともと 10% しかないから、60属性つけてもね、そんなにね強くならないっていうところなんだよね。そんなに期待できない状態異常関係だから、思い切って逆に火力を伸ばすとして、この90属性とプライムロークライオラウンドといった感じでつけてみました。どうかな、これまだ試してみてないんだよね。このズームマイナスがどうなっていくのかっていうのを今回ちょっと見ていきたいんだよね。バザってね、もともとズームマイナス機能ついてる武器だから、どんぐらいマイナスされるのかな、ちょっと見ていこうか。まず先にそれじゃあ、ちょっとグールで試し撃ちしていこうかなと思います。やばい、あ、ちょ、死ね、危ない、よし、オッケー、あー、全然オッケーじゃない、やばい、オッケー、よし、ほう、お、火力は全然大丈夫だね。たださ、全然ズームされないんだけどADS 仕事しろ、これ全くズームされてないや。まあでも火力は十分かな、やっぱ。うん、基礎ダメージついてるおかげでヘビ狩り抜けるからね。死ぬ、危ない。まあでもサブマシンガン的な感じでね、またこれはこれでありなのかな。たださ、ちょっと思ったことがあるんだけれども、この武器ね、ほんとね、リベンでめちゃくちゃ変わるっていうところなんだよね。まあステータス的にはね、ソーマプライム的な感じで、まあクリティカル寄りで、そしてね、状態異常とかも同じなんだけれども、まあダメージの割合は全然違うんですけれども、ただね、ソーマプライムとは違って、やっぱりね、利便性質が高いっていうところなんだよね。3だから、いろいろなビルド組めるっていうところなんだよね。うん、アルゴンスコープとか結構いろいろ試してみたんだけれども、なんか、これが一番しっくりくるんじゃないのかなと思います。しかしこれひでえな。全然ズームされねえな。なんつうのかな、感覚が違うな、これ。ズームマイナスついたら。クイってできない。クイって。クイってすごいしづらいっていう欠点はあるな。ただこの武器ってフォールオフついてるから、もともと長距離で戦うような武器ではないから、意外とマッチしてるのかなと思います。これは一種のネタなのでは。あ、でもこれ、そっか、動画映えしやすいな。あっ、ちょっ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 、完全にはめられた、してやられたわ俺、この共産主義の豚どもめ。ファイヤーでね、ちょっと考えてみたんだけれども、実際のところ実戦で使えるのかっていうのを調べていこうかなと思います。今回はソーティーで試していこうかな。多分これが一番わかりやすいと思うから。野草の動画ってあんまりソーティーで試してることがないから、そんなに伝わりづらいっていうところがあるからね、今回はね、このソーティーで試していこうかなと思います。じゃあソーティーで、今回はなんだこれ、あー、ハイジャックかな、このミッションは。 OK、 早送りで、あ、これピストル限定か、
よし、次は強化された属性攻撃耐性か。オッケー、じゃあ消滅だね。やっていこう。あー、ここの開けたマップか。オッケー。そ、どうだナイスファイト。とりあえず CC かけて真面目に行こうか。あー、火力としては全然申し分ないね。やっぱね、こういった感じの武器って貫通距離すげえ嬉しいな。全然違うな、戦いやすさが。いいね。いや、貫通距離ついてくれて嬉しかったな。まあ、本当は最初のうちはね、クリティカル関係、しまったし、クリティカル関係ついてほしかったっていうのが本音なんだけれども、もう全然ちげえ。すげえな、戦いやすさ全然違うな。アップね、油断してたら死にそうになるわ、すぐ。なんかやばい気配。絶対コンバいるだろ、あそこの集団に。俺は分かってるんだよ、それ。絶対コンバいるわ。あのふざけた集団に。いなかったかな。すげえコンバっぽい感じの弾が飛んできてた気がするんだけど。すげえな、貫通距離ついただけでめちゃくちゃ高い。戦い、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 危ねえ。戦いやすくなるね、これ。なんで CC かかってねえんだお前。ふざけんな、やめろ。あ、来た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 、やつが来た。ちょっと待って、 CC かかんねえやつ来た。そりゃまずい。あと1回死んだらおしまいなんだよ。頼むで、本当にクリアさせてや。あのナリファイは倒しとこう。あー、フォールオフかかってても全然火力出せるけど、アップね。レールがもうまずい。オッケー、よし、ナリファイがあそこに見えてるけど、とりあえず削りつつ、危ねえ。おいおい、オッケー。いや、すげえなこれ、本当に貫通距離がすげえ仕事してる。こういった感じのライフがやっぱ貫通距離必要だよな。やっぱダメージとかじゃなくて、お前らどんだけ遠距離で正確に狙ってきてんだよ。てんのじゃんそれもう。やばいのが来た、まずい。 あの弾はまずい、あの弾はまずい。ちょっと待って、本当にまずいわ。いたな、コンバー。まずい、あいつはまずいぞ、まずいぞ、危ない。最優先、最優先、ちょっと最優先だよそれ。いいね、ざまみろ。さあ、クバか、回せってことか。これはやってやろうじゃねえの。よし、何回ぐらい回せるかな。3回ぐらいはいけるか。よし、じゃあ回していこう。頼む、いいの来い。さあ、あと2回か。 OK。 なんで切断ばっかりマイナス出るんだ。ラスト1回。あ、ラスト2回ぐらい。あ、1回だわ。